初めてご覧いただく皆様にビアンキーカルテの簡単な説明をしておきます。ビアンキーカルテとは独学のパン作りの悪い癖をはっきり可視化して正しい方向に直していくためのシステムです。具体的には宿題のパンを事前に作ってその様子をビデオに撮りシェフのところに提出していただきます。シェフはそれを個別に診断、レッスンの当日に良かった点と悪かった点を各自に丁寧にフィードバックしていくんですね。これはとても効果があります。今回の宿題のパンは前回に続いてポーリッシュ法のバゲット。それではシェフに今回の所感を簡単にお話ししていただきましょう。今回ビアンキーカルテを見させていただきましてその中でポーリッシュの熟成具合だったりとか見極めのポイント、あとは成形の不均差などが目立ったなと思っていますので、そのあたりをフィードバックしていければいいなと思っています。今回ねポーリッシュはちょっともっと吹いてていいかなっていう感じ。実は多くの方のポーリッシュがまだ若すぎるという指摘だったんですね。ここでは3名の生徒の皆さんにご協力いただいてそのポーリッシュの様子を見ていただきます。ちょっと少しだれてるのもあるんですけど、多分だれてるように吹いちゃってて多分力はつきやすいんでボリュームは出るんですけど、内装詰まるんです。ここで吹いちゃってるとでベンチタイムでもまた吹かしてガス抜けるじゃないですか。そうするとどんどんきめ細かくなっていくで、ここで吹いちゃうのは吹いたらボリュームは出るんで、でも味も落ちるし内装も詰まる。これはいい余計なあれかなって感じ。そうでこれがあるから伸びなくなっちゃう。だったら最初に今日みたいにちょっとだけ整えといて、これ丸めて終わりにする。今回の成形がどれだけ皆さんが習得して次のカルテに出してきてくれるのかっていうのはすごく楽しみにしています。あとはやっぱりポーリッシュの見極め、どれだけ冷蔵の中で発酵熟成をとっていくのかっていうところが味に大きな影響を与えますので、その見極めも改善していくとよりいいんじゃないかなと期待しています。